こんにちは。今回は属するですか。私の方からね、基本の木でお届けしようかと思います。この基本の木っていうのは元っていうね、自分の元になっている、まさに礎、基本になっているところだと思いますけども、まずはね、属することに対してなんですけども、私はどこに属しているかってことを申し上げますと、日本に属してるんですよ。それ以外は瞬間的な所属でしかないですよね。日本に属しているからこそ家族も養えるし、日本に属しているからこそ世界にも属しているということが言えると思います。例えばね、後進国の山奥の小さな小国にいてね、地球に属してるって言えるかっていうと、地球の情報とか地球から受け取るリソースなんてすごく限られてて、とても属してるとは言えないと思うんですよ。でも日本に属していれば、そのまんま世界の情報が取れて、世界とアクセスできて、世界とコミュニケーションできて、なぜなら世界中ね、なんなら世界中のいけないところは基本的にないわけですよね。だから日本に属することはそのまんま地球に属することだと思いますんで、これだけあればもういいんじゃないかなと思います。山口優区のスマホ教室に属してましたけども、結局そこに属していながら、私はそこを通じてですね、日本というものに対して属してますし、地球というものに属していて、結局そのスマホ教室のを利用しながら世界を使っていたわけなんですよ。例えばヒルズ塾とかにも属しましたよね。でも私はそのヒルズ塾に属してるってことに対して、自分の属してる日本に対して発信していったんですよ。ヒルズの塾に入ってます、久保ですみたいな感じでね、発信していくわけなんですよ。その時はヒルズ塾の中に何かを求めてるわけではなくて、ヒルズ塾の外に求めていったわけなんですよね。でもそう考えてるとね、吉谷さんね、やっぱり一人じゃ無理だっていうのは確かにそうなんですよ。でも一人でやるんですよ。これが相反してないのはこういうことなんですよ。多くの人にいろんな影響をもらいながらやっていくのは確かなんですけども、結局それを自分一人で開拓してるか、それを自分一人で使っていくかっていうのは、またね、並行して別の概念になると思うんですよ。確かに商売をやってるってことは、一人で稼ぐ、一人で生きている。その言葉はあるでしょ。正しいでしょ。正しいんですけども、実際に広い意味でね、一人で稼いでるかって言ったらそんなことはなくって、ご購入いただいているお客様がお金をお支払いいただいているから稼げてるわけであり、結局は商品買わなかったけども、検討に検討を重ねた人がいるからこそやっていけてると思いますし、検討すらしてないけども、自分の商品リリースをとりあえず目にしてくれたよっていう風なね、単なる視聴者さんがいるからこそっていうのもあるんですよ。で、そういった広がりを持ってみると、この時点では関わってない人、もしくは関わってくれてる人、様々いると思いますけども、ずっとやっていくうちにね、結局は自分のお世話になった属している世界ってのが広かったんだってことにいつかは気づくかと思います。まさに一人で稼ぐ、そんなね、言葉は魅力的ですけども、でも無人島でたった一人でね、じゃあ一人で稼いでくださいってできますかってことなんですよ。所詮は日本に属していて地球に属しているからこそ一人で稼ぐが完成することだと思いますので、広い意味で言うとね、一人じゃ無理なんですよ。でも狭い意味で言うと一人で稼いでいくってことには変わりがないのかなというね、こういう相矛盾するものが存在しているのがビジネスの世界、一人企業の世界じゃないかなと思います。まあそれをね、良くも悪くも両立させているから今日まで生きてこれてもう十数年ってことなんでしょうね、お互いにね。はい、で、基本の木という感じに戻ります。今日の私のテーマですけども、実はね、基本に帰って頑張りますみたいな言葉をちょっと耳にしたんですよ。ちょっと待てよと。待て。そういうあなたは基本に帰るというふうなところまで応用編をやったんですかと。あれこれやってみたんですかっていうふうに、同時にちょっと意地悪ながらね、考えちゃったんですよ。まるでね、基本に戻るっていうのは、基本をクリアしていろんな世界に行って挑戦してみたけどもダメだから、もう一回初心に戻ってみようかなっていうふうな、まさにね、2歩3歩後ろに振り返ったみたいな印象を持ちますけども、いや、まずその基本がまだ全然上位の方にあって、基本にたどり着けてないから、基本に戻るっていうよりもね、基本に進むっていう言い方の方が適当じゃないかなと思うのと同時に、私自身基本しかやってないわけですよ。基本しかね。だからどこまで基本かっていうと、ワードプレスでホームページをたくさん作ったかっていうと、試しに 2、3個作った程度ですね。ホームページにしてもネット活動の基本とも言えると思いますけども、ほとんどやってないんですよね。じゃあネット活動の基本ってのは何かっていうと、話すこと、書くこと、この2つじゃないですかね。この2つしか私やってないんですよ。商品作りも私が話してる動画、集客も私が話してる動画、セールスも私が話してる動画、まさに基本です。どんな技術も用いてないですし、その広告スタンドも用いてないですし、高度なねセールステクニックも用いてないんですよ。ただこうやって普通の家からね、この背景ね、この背景で普通の格好でまあひげは生えなくなりましたけどもね、普通に話してる、まさに基本の暮らしから基本のビジネスをお送りしていただけで、基本的な生活を支える基本的な収入がいただけてるっていうこと形なんですよね。その基本の収入が、まあ、日本人の平均的な基本の収入ではないです、はっきり言って。ネットで暮らしていきたいなっていうふうな夢を持っている人が、まあある一定のそのぐらいだったら普通だよねみたいなね、いわゆる月収100万とか200万みたいなレベルはあるよってことなんですよ。だからこれが情報発信の基本の、まあ、基本の木でもたらされる基本の暮らしかなと思ってますよね。まあ基本しかしてないんですよ。基本しかね。だから基本的なことだけやれば、久保さんすごいと思ってる人がいるかもしれませんけども、いやあなたもすごいからって、あなたも基本だけやればこうなるんで、簡単だったでしょとしか言えないですよ、私は。なんか難しかったですって、私特別なことやってます、YouTube の、ね、動画発信できますよね、うん、それやってるだけ、それ以外のことやってませんホームページすら作ってませんみたいなね、メールマガジンも発行してませんとかね、 SNS マーケティングやってません、 LINE アットやってません、全然基本ですよ。基本基本でいいんですよ、うん、基本ですよね、うん、他の世界でね基本的なことやってもあんまり評価を受けませんけども、このネットビジネスの世界でね基本的なことやってったら高い評価を得れますよ。なぜならインチキばっかりがあるからです。それから基本をすっ飛ばして目先の応用編みたいなね素晴らしいテクニックに流れてる人ばかりだからですよ。だから腰砕けですよね。礎がないから、基本がないから、うん、だから応用編はとてもじゃないけどできないし、そんなものやらなくても全然大丈夫です。応用編までできるようになっちゃったら、それこそねドバイの億万長者になれますよ、本当。私には一生縁がない世界ですけどね、その求めてもないですし、せいぜい好きな車を 2,3 台買ってね、乗りもしないのに駐車場に並べてられるぐらいの暮らしですけども、いや本当にそうなりますよ、うん、なんかねいい気になって夢物語語ってるわけでもないんですよ。だって競争相手はどんどん脱落していきますから、競争相手はね、その脱落してる人の一部にあなたがなるのか、それともそうはならないぞと決めてね基本をちゃんと追求するのかだけですよ。しかも基本の全てを私使えてるわけではなくて、基本の一部しか使ってませんからね、吉谷さんね山口陸の時とあんまり変わんないですよ。あの時コメントを書いていたスキルと同じでここまで来てますからねいってらっしゃい。